ニュートンのアイザザク。この時はね、感じざるを得ない、ニュートン初めての人に入ってもらいたい。なるほど、皆さんこんにちは、ラントリップ代表の大森です。今回もシューズアドバイザー藤原さんと一緒にお送りしていきます。はい、よろしくお願いします。今回ご紹介いただくシューズはこちらです。ニュートンのアイザザクです ね。ニュートン久々に来たなという感じですけども、はい、アイザックご紹介していきたいんですが、そもそもニュートンってっていう方もまだまだいらっしゃると思うので、一旦ちょっとニュートンのご説明ですね。ニュートンはですね、これはボルダーからスタートしたブランドなんですけど、基本的にこの前のですね、突起が特殊です。これよりも昔のやつとかこういう感じで、これ分かりやすいですね。はい、前の方が、昔はこう違う呼び方したんですけど、アクションリアクションテクノロジーって言って、ここに、突起がついてますので、着地するとここでこうグッと重心移動を、意識しやすいっていうシンプルな構造になってます。なるほど、はい、なので本をね、こうちょっと矯正するような意識づけとかそういったものに使ったり、実際それを意識づけした方が速く走れる人もいると思うので、っていう歌い文句だったんですけど、やや最近、どちらかというとそのフォーム意識づけの方が強くなっちゃったんで、ブランド誌とか。あ、なるほど、はい。でアメリカでも大フィーバーして、一時600店舗ぐらいあったんですけど、今もうコロナにまた集結してるんですよ。で、仕切り直しってわけじゃないんですけど、まさにこのアイザックは、ニュートン初めての人に履いてもらいたい。なるほど、もう少しじゃあその矯正感が弱まってるっていうことですかね。どちらかというと、普通のデイリートレーナーと同じように履けて、アクションリアクションテクノロジーも享受できる感じです。なるほど、はい、この時はね、感じざるを得ない。そうですね、どうですか、感じざるを得ないですね。はい、これね、いいんです。いいです。あ、好き。そう、大森さんも履いてまして、これね、ついつい伸びちゃいますね。いいじゃないですか。そう、このニュートムニウムっていう方もね、ディスタンスでも 前のモデルぐらいから使ってるんですけど、いわゆる反発弾性のある素材を使ってて、ソフトにしてるんですけど、ここはニュートンですね、ブワンブワンにないのが多分いいんですよ。ああ、そうですね。はい、しっかりとしたこう安定感も出していくような、ニュートンとしては初めての8ミリドロップ。8ミリ、8ミリ初めてっていうのはどういう、今までですね、これニュートンってやっぱりベアフット的な考えが強いので、2ミリとか3ミリにして、で踏むとゼロになるような設計なんですよね。なるほど。出ちゃってるから結局こうすると3ミリなんですけど、こうすると、ゼロになるような設計。要はかなり重心移動を意識したフォームを意識したいっていう気持ちが強かったんですけど、今回は思い切っていわゆるランニングシューズで定番となっている、傾斜を使ったロッカーを使った構造にしてあるっていうのも斬新なんですよね。これようやく身近になる方もいらっしゃると思うので、こんなブランドがあるんだっていう人も、ニュートン懐かしいねっていう人も、もう一回ここからスタートしてほしい。なるほど。大森さんがおっしゃるように単純に履きやすいじゃないですか。まずクッションが結構あって、そんなに柔らかくも硬くもないソール。でもなんか8ミリってねありましたけど、なんか感覚的には結構フラットに近いのはすごいありますね。そういう意味でなんかリセットされるというか、アクションリアクションテクノロジーが上がるので、大森さん言うようにフラットに近づきますね。かなりフラット感を感じられるな。多分4ミリ5ミリぐらいの傾斜になるんでしょうね。なんかそれがね好きなんですよ。なるほど。今こうイベントでも僕使ってきたんですけど、ちょっとこうテンポアップする時もこの踏み込みが意識できるし、そうですね、すごくフォーム意識しつつ、安全に普通に毎日使いたいって方に大体のシューズですね。アッパーも癖がないし、癖がないですね。このカラーリングはなんか結構シンプルでかっこいい、使いやすい感じになってます。こんな上も大体合う。本当昔履いたニュートンっていうことを想像している方は ぜひ履いてほしい、全然変わってます。だしニュートンデビューの人にも履いてほしいです。ニュートンデビューの人はニュートンって何がそんなに違うんですか、と思うぐらい、ちょっとこの出っ張りが あるんですけど、ただ移動ってね、結局ここまで完結していかないと体が移動してないので、これうまくできない人って意外と多いんですよね。あ、なるほど、はい、この完結のところでこう足をこう送り出すような人もいるし、ここで終わっちゃう人もいるんで、このアクションリアクションテクノロジー、アクションリアクションのこのポッツをこうグッと踏み込むと自然とこういきますね。なるほど。これが やっぱり隠れたホーム意識がしやすい要素ですね。大森さんもフラットについてる感じがするっていうのは、できてる人の発想、いい感覚なんですね。いまだにこのディスタンス、当然ですけどディスタンスとか、テンポアップするシューズもあるし、それと組み上げていただいたらいいのかなと思うんですけど、
今回大きく変わりました。そして値段もね、22,000円ということで、ちょっと時代がついてきたかもなって。あ、本当ですね。異常に高いわけではないし、なんかやっぱ一足もっと着たい感じします。例えばすごいね、マックスクッションのポンポン系履いてるとか、うん、はいはい、すごいこうドロップの効いてるものとか、うん、最近特徴的なデイリークライナー多いじゃないですか、はい、うん、っていうのを履いてる時に立ち返る場所的にあるんですよ。いや、いいですね、うん、みんなが4番みたいになってきてます、ね、そうそうそう、ちょっとこう、うん、シェアなバッターですよね。そうそうそう、うん、何でもできる感じなんです。なんか置いときたいっていう感じ、うん、本当にそうですね、うん、とてもおすすめしちゃった。あとそんなにイラストが非常にこうゆったりしてる感じじゃないので、はいはい、ちょっとこう動い普段動いちゃうシューズが多いんだなって方もアイザックはぴったりかなと思います。確かに確かに、うん、まあ割とトライアスロンの世界でね、人気があるシューズなんですけど、うん、まあこれを機に全然ランナーも使っていただきたいし、はい、ちょっとこうホームこうした方がいいよとか、ここまあ特に足先使うね、うん、ちょっと自分として弱点あるよなんて人はもうぴったり絶対こう履いてほしい。いや、カンパニーにしてほしいですね。そうですね、いろんなシューズと相性がいいと思います。はい、相性いいです。ぜひ一度通していただければと思います、はい、はい、ということでシューズの詳細はね概要欄に貼ってますので、はい、ぜひそちらも見ていただければと思います。この動画面白いと思っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします、はい、コメントもお待ちしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、はい。